皆さんこんにちは。いつもニンニクハンターチャンネルを見ていただいてありがとうございます。今日はですね、新潟の新発田市にある月岡温泉をご紹介したいと思います。月岡温泉には私はだいたい月に1回ぐらい行くんですけれども、結構近いんですよ。車で40分ぐらいで行けるんですね。なので、月に1回ぐらいは行くんですけれども、そこに行くと必ず夜ラーメン屋さんがあるので、そちらもご紹介したいと思います。私はですね、もう今すでにその月岡温泉の美人の湯というところに入ってきたんですよ。もうお肌ツルツルです。ツルツル。そちらはですね、結構あの浴槽はちっちゃいんですね。なので、関係ないとは思うんですけれども、浴槽がちっちゃい分なんだか成分も濃いんじゃないかなと思いまして、私はよくその美人の湯というところに行ってます。料金が安いっていうのもあるんですけれどもね、ちゃんとしたいい温泉なのに、硫黄系の温泉なんですね。すごいんですよ、匂いも、硫黄の匂いが。なんですけれども、550円で入ることができるんですよ。私は長風呂するタイプではないので、だいたいですね、お風呂は15分ぐらいですかね、それぐらいの時間なんですけれども、なのであんまり高いところには行かないんですよ。そういう安いところによく行きます。これからもですね、新潟のいいところをどんどん紹介していきますので、ニンニクハンターチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。できましたら高評価ボタンもよろしくお願いいたします。こちらの温泉は硫黄成分の含まれている量が国内随一と言われていて、エメラルドグリーンの綺麗な色をしています。入浴をすると肌がツルツルになることから美肌の湯とも呼ばれています。こちらの温泉に入った後は、私は必ずこの気分一というラーメン屋さんに行きます。中は残念ながら動画の撮影は禁止だったので、写真でお伝えさせていただきます。こちらのカンバララーメンは650円なんですけれども、大きいチャーシューがもう5、6枚入ってるんですよ。替え玉は1杯サービスしてくれるので、かなりお得に食べることができます。ちなみに人気のチャーシュー麺になるとこんな感じです。すごい肉の量ですよね。土日はスープがなくなり次第終了なので、なるべく早めに行った方がいいと思います。ご視聴ありがとうございました。